まずは上司はこのように下に下げた状態で保持していただいて、骨盤が、この状態からですね、下半身を前方へ、骨盤を前方へ平伸していただくんですけれども、その際に骨盤がさらに前傾することがないように注意しながら前方へ平伸します。はい、戻します。3秒ほど突っ張り感が身長感が得られるところで3秒ほどキープします。はい、いきます。もう一度、今度は左手を頭の後ろへ回していただいて、前方へ平伸した状態からさらに体幹を右へ側屈します。股関節前面の筋に合わせて側方の筋がストレッチされます。このトレーニングは体幹の上部、下部、上部、下部の伸展方向を強調させることについて行うトレーニングです。で、まずは、壁と腹部、胸のところにですね、ボールを挟みまして、その状態でつま先立ちを行います。その時に大きく潰さないようにですね、実施いたします。はい、どうぞ。よし。つま先の力で実施しようとするとうまくいきません。足の内部で体重移動をすることを意識していただくとうまくいくと思います。うまくいかないケースは、臀部の部分をアシストして実施するとうまくできると思います。